ライブが終わったらですか？そうですね、みんなでどこかへ寄るなら寄りますし、みんなが帰るならまっすぐ帰ります。え？主体性がないですか？そう言われるとは思ってもみませんでした。しかし今気になっているお店も特にありませんし、どうしても食べたいものもありませんので、みんなに合わせた方が効率的な気がするのです。その方がまとまりやすいとも思いますし、これではダメでしょうか？そういうあなたこそ、自分の行きたい店や食べたいものの主張なんてしないではありませんか。みんなに合わせたいって思っているのバレバレですよ。そう思うと私たち似た者同士かもしれませんね。あ、今日のライブが終わったら小鳥が行きたいお店で反省会をするそうですよ。もちろんあなたも参加しますよね？参加しないなんてみんなが認めませんから。